はい、どうもこんにちは。遊戯王僕ちょっとやってます。組んだデッキを今から紹介していきたいと思います。はい、とりあえず1枚目、ユニオン格納庫、やはりこんな感じで、効果はこうなっております。はい、ユニオン格納庫1枚ね、収縮ですね、こうなってます。はい、悪空間物質転送装置、ちょっと正面ずらそうか。はい、効果こんな感じです。B バスタードレイク、効果がちょっとこんな見えるかな、こんな感じになってます。はい、エネミーコントローラー、まあ多分遊戯をしてる方はもう知ってると思うんで、とりあえずも適当に紹介してみましょうかね。X ヘッドキャノン、はい、はい、こんな感じ、うん、で、A アサルトコア、これとまあここに置いとこうか、あと出てくるエクストラのあれですね。はい、まあこれもエクストラの素材なんですけども、Z メダルキャタピラーというね、まあ、こんな感じのカードですね。はい、出ました、ユニオン格納庫。これね、このデッキで一番必要、かなり必要となってくるカードだと思います。これね、魔法カード。ね、フィールド魔法ですね。はい。で、攻撃の無力化。はい、こちらね。で、こちら、アサルトコア。さっきも出ましたね、ここにありますね。で、強化支援メカヘビーアーマー。これはね、装備のカードで結構、使えますね。では攻撃の無力化と、あと、B バスタードレイク、ここにありますね。で、Z メタルキャタピラーです。はい、こんな感じね。はい、出てきましたね、C クラッシュ Y1、 こちらが、後々出てくるエクストラの素材となります。まあ、知ってる方は知ってる方で、まあ説明しないんですけども、まあ、また知らない方は Twitter とかにどんどん上げていくんで、その方から続々見ていってください。で、破壊輪ね、トラックカード。で、ここにあります、クラッシュワイバーンと、さっき出たヘッドキャノンと、ヘビーアーマーね、装備のカード。で、悪空間物質装置。これもね、結構使えるね、このデッキには。スクランブルユニオンね、除外されてるこいつらのカードを戻してくるという効果なんですけども。結構使えますね。で、また後出てくるんですけども。エクストラのあれが出せますね。ある効果で。後で説明します。で、アサルトコア。で、収縮ね。こちら。攻撃を半分。そのモンスターの元々の攻撃力、ターン終了時の半分ということ。で、エネミーコントローラーね。まあ、効果し、これ結構有名だから。これも結構有名。死者蘇生ね。墓地にある、モンスターを1体。特殊召喚ね。フィールドに特殊召喚できるんで。で、エネミーコントローラーで、収縮。で、もう、めくせえな。はい、ワイバーン、攻撃の無力化、ヘッドキャノン、ドラゴンヘッド。これ出てなかったっけな。まあ、普通に、後々出てくるやつですね。素材ですね。で、キャタピラー、ヘッド、ユニオン格納庫、スクランブルユニオン、アーマー、ドラゴンヘッド、バスタードレイク、スクランブルユニオンと。ここからエクストラデッキですね。はい。これですね。この3体を、まあ、こいつね、ABC ドラゴンバスター、僕のツイッターの名前になってるんですけども、この3枚を除外することによって、こいつを特殊召喚するんですよ。はい。融合はね、必要じゃないんでね。まあ、普通にこいつら、墓地、フィールドにあった場合、あと、トラップ、魔法トラップゾーンとかにあったら、こいつらを除外して、こいつを出すと。で、こいつの効果が、まあ、手札としますね。これ手札。まあ、多すぎるけど。で、1枚捨てることによって、相手のフィールドの何かを墓地に送ることができるんですよ。除外だったっけこれ。あ、そのカード除外ですね。除外。うん。まあ、僕の説明が下手くそなので、まあ、とりあえず、効果、こんな感じです。はい。まあ、調べてください。リンク貼っとくんで。で、まあ、ドラゴンバスターが3枚。3枚で、これね、キャタピラーキャノン。XZ キャタピラーキャノンは、3枚。で、あと、XYZ ドラゴンキャノンが、3枚か。3枚ですね。はい、3枚入ってます。こんな感じ。で、こちらね、ABC ドラゴンバスターキャノン2枚と、XY ドラゴンキャノンが1枚となっております。はい、ってことでね、今日は、遊戯王のデッキ紹介ということで、やってみました。初めてね、遊戯王カードのデッキを紹介しましょうか。ちょっと
バラバラにしとかないとね、またするときに。で、また遊戯王のプレイ動画をまた、上げたいと思います。あの Y さんね、動画消しちゃったんだけども、 Y さんとまたやるかもしれないんで、その時にまた、まだ僕弱いんで未熟なんでね、まあ、負けるかもしれませんけども、また動画上げようかなと思います。ということで、今日は、遊戯王の紹介動画でした。バイバーイ。